ものすごい人。現在6時半、6時半になっても人が減りません。こんな感じですごい。マナテのロビンソンは若い子が多いですね、本当に。はい、どうも。11月の7日日曜日夜の7時前、ロビンソンの横を通過してます。夜のマラテがね、 KTV が再開となって夜のマラテがどう変わるのかというのを見たいと思いまして、ちょっともうちょっと粘ってみたいな思うんですけど先ほどニューシリーズやりましたけど、ほぼライブ、まあ短編ものでオンタイムでね、ほぼオンタイムで流せるようなことを考えてます。あ、もうライトついてますね、アップステージ。こっちのクイーンの方も、あ、ボーグプラスさんも、はい、ついてます。やっぱりあのビデオ撮ってね、ちょっとこう編集して、まあアップロードして出そうか思ったら、やっぱりどうしても数日遅れるんで、やっぱり今のできるだけ今の、あ、純子も空いてますね。できるだけ今のねスタイルの、あの生配信に近いね格好がいいかなと思いまして、ちょっと一旦止まります。アップステージゴールドのも巻いてます。こんな感じで開いてますね。それでは、ここからもう一遍まっすぐ行って、マビニに入ってぐるっと一周だけしてね、ちょっとまだ7時で時間早いんですけど、パーキング50ペソ取られそうでした。おー、開いてますね。まあライトがついて、ネオンがついて、だいぶ明るくなってきました。待ってますね。こっちもね、ここも暗い時はもう歩くん怖いですけど、まあこうやってライトついてきだしたら夜でも歩けますね。はいはい、こんな感じで。
はい、ジャパンスパのとこね来てます。意外と車の通りが多いんで、車がいなくなったら出発しようかと思ってるんですけども、ポリスです。ここに寄ろうってやってますね。はい、日曜日のマラテ、カラオケがすでに許可されてオープンとなってるマラテです。あ、ペンギンレストランも開いてますね。レストラン形式でね。ライトがちゃんとついてます。今までついてませんでした。火鍋も駐車場いっぱい。526526もこんな感じでライトついてます。ネオンがついてます。信長レストランの方ですけど、はい、花と蝶の方は閉めてるっていう情報をもらいました。はい、カジノ。お、歩いてますね。こんな感じで、はい。こっちはね、まだですけど。まあ情報いただきましたら、まあ、やっぱりレストラン形式で開けてたところはこの急な、KTB 再開に向けて対応できてるんですけども、まあ、ずっと閉めてたところはね、CCA の方々もみんな田舎に帰ってるということですぐに戻ってこれない。あとまあマカティの方も営業許可が今年1月降りてないんで、まあ、営業ができないかもしれないような情報もありますけれども、11月の16日からまあ2店舗ほど開くっていうような情報は入りました。はい、こっち来たらねまだまだ暗いです。はい、サイドロビンソンの横アドリアティコ入りました。まあもう情報の方は流れてるんですけども、まあ最後の最後で営業再開の最後の最後で、まあ国家警察さんの方が、あそこのお店入ってね、50人近い
CCA の子とスタッフと、まあお客さんも 何十人か捕まったという情報入ってきてますけども、なんか聞くところによりますと、応援されてる日本の皆さんの方に2万5千ペソか2万7千ペソか、まあ、あのペナルティ代がいるから払ってくれというような連絡が来てると聞きますけども、それは、まあペナルティじゃなく、まあ、弁護士費用みたいな感じで聞きました。で、まあ、お店の方の社長さんが全部払ったいうような情報で、まあ、そんな国交に CCA の子が払うというのはないように思います。はいはい、後ろからパッシングされて煽られてますけどね。はい、これプレミアアップステージ空いてます。クイーンも電気ついてます。ボーグプラスさんも空いてます。はい、ロスマンホテルクアランティンで専用で空いてると思いますけども、ちょっともうちょっとね、シェラトンホテル、はい、シェラトンホテル、こっちもね、空いてます。まあ急な営業再開 OK って出されてもね、やっぱり昔からレストラン形式で空いてるとこしか対応できませんからね。改装中、看板もねこんな風に変わって、はい、また純子レストラン純子として開いてます。電気ついてます。ステージゴールドもあの花と蝶が閉めた分、こっちにこっちで開けてる言うて聞きました。まあ私もまた行ってみたいと思います。こんな感じです。はい、ということで KTB 営業再開となったマラでぐるっと一周しました。はい、ということで終わります。はい、いつもありがとうございます。